カール・フィリップ王子とヒソフィア・カール・フィリップ王子はスウェーデン王室聖院、スウェーデン海軍将校。スウェーデン王位継承権順位は第4位。スウェーデン海軍における階級は海軍少佐。公式の称号はベルムランド公爵カール・フィリップ王子殿下。1979年5月13日、原告王カール16世イグスタフとその王妃、シルビアの第二子及び、 第一王子として生まれる。姉に、ビクトリア王大使、妹に、マデレーン王女がいる。出生当時は、スウェーデン王大使であったが、男女にかかわらず、出生順に継承権を認める、王位継承法改正により、1980年1月1日付で、姉のビクトリア王女に第一継承権が移った。しかし、英国王位継承順位は、姉より上位となる。 1999年に20歳で高校を卒業している。この間、1994年秋から2年間、米国コネティカット州の私立学校に移ったこともあった。学校時代はボーイスカウトに属し、サッカーや水泳、スキーなどスポーツが得意であった。スキーに関しては、スウェーデンの歴史あるスキーレース、バーサレースに参加している。また、 モータースポーツにも挑戦しており、国内のレースに参加している。2000年秋、スウェーデンの沿岸砲兵連隊で兵役を終え、2002年12月に海軍へ入隊した。2003年からは、グラフィックデザインを学び始め、母、王妃、シルビアの60歳を記念した、スウェーデン王立バレーによるチャイコフスキーの、クルミ割り人形の CD のジャケットをデザインした。また、 カレンダーやスプーン、ナイフ、フォークの食器のデザインも手掛けており、これらは一般に販売されている。現在は王室の公務にも、父王や姉王大使の代理として携わっている。2014年6月、元モデルのソフィア・ヘルクビストと婚約、2015年6月13日に、スウェーデンのストックホルム宮殿のチャペルで結婚式が行われた。 ソフィアとは2010年から交際を始めていたが、当初はソフィアがモデルとしてヌード写真を出したこと、リアリティ番組に出演した経歴から、王室は反対しているという報道が、デイリーテレグラフからなされた。前述の通り2014年に王室は婚約を発表後、同年12月のノーベル賞受賞式に、ソフィアは出席し王族としての初めての公務をこなした。このように、 ソフィアは、カール・フィリップ王子の配偶者となる地ならしを経て、翌年6月の結婚にこぎつけた。結婚式に際して、日本の皇室からは、高窓宮菊子が出席した。夫妻は、アレクサンダーとガブリエルの二男を設けている。彼らは2019年10月7日付で、王子の称号や借位は、保持しながらも、殿下の称号を有したり国費を受け取る王族の身分からは、 外れている。日立世界不思議発見。第1283回、恋する夏のスウェーデン白屋のロイヤルウェディング、cnn.co.jp、スウェーデン王室、国王の孫5人を王族から除外。cnn.co.jp、2019年12月17日閲覧。ウィキメディアコモンズには、カール・フィリップに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。